もうだいぶ近いんだよ。もっともっともっとできるよ。これはもっとできる。カズマさんはもう何回目、3回目、4回目、もう何回もアクセスやってるけど、悔しいけどめちゃくちゃやりがいがあるよ、本当に。ああ、まだまだ高み目指せるんじゃないですか。はい、焦点もフィニッシュになるまで消化したという感じですけど、手応えはどうですか？そうですね、最近の試合でちょっとずつ手応えはあったんで、今日この技で決めてやろうという気持ちはすごい強かったんで、決めれて改めて良かったです。焦点最高っすね。チャンピオンなんで、しっかりとギブアップ、アイスのしっかりギブアップを奪ったホールドバーです。やっぱ次のジュニアシングルのリーグ戦あるから、クマルと当たるわけでしょ。まあもっともっと俺もね、クマルとやりたかったね。まだまだ足んないよあいつも。今日俺ちょっとやっぱりヘビ行ったり捕まっちゃったけど、いつも俺だったら絶対やんなことでしょ。スープレックスで長崎で投げるでしょ。これが今変わった、今王が始めたもん。それをシングルリーグで杉浦君の方が始めつけますから、楽しみに。よいしょ。